皆さんこんにちは。エンクリプトのラーナーマネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語を学ぶことを通じて人生を変えることを応援します。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいですが、投資の際にはあくまで自己責任でご判断するようお願いいたします。はい、今回の動画ではテンセット、エバードン、フェイム、ステップアップについて最新情報を見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。それではまず一つ目にテンセットについて解説します。テンセットは ETF2.0 を掲げた投資ファンドになります。現在テンセットは 3.7 ドル付近にあり、コインゲックのランキングでは76位に相当しています。今回は最新ニュースということで2点解説します。まず1点目に、テンセット CEO であるジョナサンを含めたテンセットチームとですね、サトシアイランドのチームがドバイで会ってパートナーシップを結びましたよということでした。これからですね、8月の8日からの TGLP のセールに向けてグローバル展開がされていく予定です。またですね、セールまでにサトシアイランドの運営による AMA Ask Me Anything ということで質問会も行われるようです。サトシアイランドについて詳しく知りたいよという方は以前の動画で解説をしているので、そちらを参考ください。2点目は、先ほどの第5のジェムサトシアイランドのプレセールについての情報です。複雑だったので私の方でスライドを作りましたので、そちらを使って解説させていただきます。はい、それではですね、スライドにまとめましたので、こちらを使って第5のジェムサトシアイランドのプレセール情報について解説します。今回のプレセールの特徴としては、誰でも参加ができるチャンスがあるということです。今回のプレセールにはトークンの販売と NFT の販売の2種類があります。基本的にはこれまでのジェムと呼ばれる大型のプロジェクトのように、対象者は TGLP テンセットの独自ローンチパッドの参加権利のサブスクリプションや NFT をお持ちの方に向けてプレセールが行われます。それではですね、それぞれの条件について見ていきます。まず丸1番から見ていきます。プレセールの開始は8月の8日から始まります。対象はトークンの販売になっていて、対象者は TGLP のホルダーです。プレセールの購入には期間があり、48時間以内に購入する必要があり、こちら均等割当ということで、購入規模の方は全員購入することができます。支払いの方法は BNB トークンで支払いになります。続いて2つ目に、先ほどの丸1番のプレセールで余ったトークンについては、全員が感謝の方誰でも参加できる形になります。こちらは8月の10日から始まって、制限期間は24時間ということになります。公式は早い者勝ちシステムなので、おそらくですね、開始と同時になくなってしまう可能性も高いのかなと思います。支払いの方法は BNB もしくはテンセットトークンということで、こちらですね、状況によって決まっていくそうです。続いて3番目4番目は NFT の販売になっていて、開始は8月の11日からとなっています。こちらも同様に、最初の対象者は TGLP フォルダーになっていて、制限期間は72時間以内で早い者勝ちになるそうです。支払い方法はステーブルコインということで、USD テザーであったり EUSD などの可能性があります。そして4つ目に、8月の14日から誰でも参加できる形でサトシアイランドの土地を NFT の購入ができるようになります。こちらの期間は24時間以内ということで、こちらも早い者勝ちになっています。支払い方法についてはテンセットトークンになっています。以上のようにですね、それぞれ日程によって対象のトークンや NFT、 対象者、制限期間、支払い方法などが異なっていますので、ぜひこちらのスライドをですね、スクリーンショットなど撮っていただいて活用していただければと思っています。TGLP ホルダーでない方であったり、最近テンセットをしたよという方には、こちらはチャンスだと思いますので、ぜひこのチャンスをですね、活かしていきましょう。またですね、このアロケーションの割合であったり、支払い方法の確定など、新しい情報がアナウンスされたら、また紹介させていただきます。以上、スライドを使って説明させていただきました。仮想通貨は冬の相場でありますが、8月はテンセットの暑い夏が始まります。参加される方はですね、リスクに気をつけつつ楽しんでいきましょう。1点、国王の追加となります。テンセットのインキュベーターにパイレーツ・オブ・ザ・アーランドが追加されました。こちらですね、海賊をモチーフにしたメタバース系のプロジェクトということでですね、関心がある方はですね、こちらもぜひちょっと見ていただければと思います。こちらについて TGLP のサブスクホルダー、しくはジェネシス NFT の所持者は、シードフェーズのトークンを 10% ディスカウントで来週ですね、購入することができるそうです。スナップショットのタイミングもですね、こちらに書いてある通りなので、関心ある方はこちらをご覧ください。インキュベーターの仕組みについては以前の動画でも解説をしているので、関心ある方はそちらもチェックしてみてください。続いて2つ目に、エバードムについて見ていきます。エバードムは火星を舞台とした超リアルなメタバースのプロジェクトです。現在のドームトークンの価格は 0.009 ドル付近で、コインゲックのランキングでは180位に入っています。今回は2点見ていきます。1つ目が第8週目のランドセールについてです。
現在最終週ということで1万ドームトークンからランドセルの販売が行われています。すでにですね多くの土地は落札されていて残りですね白い箇所が販売されているところということでわずかになっています。関心がある方はですねチェックを忘れずにお願いします。第8週目はこれまでよりも安く買えるチャンスがあったので私も気づいたらですね予想を追加で購入していました。2つ目のニュースですが購入したランドの表示をカスタマイズできるようになりました。この画面にあるようにですね様々なアイコンが表示されています。私も更新をしました。現在ですねこのホームページの動作が重くなっているので最近ですね更新された方はもう少し時間かかるかもしれないです。このあたりのですねサーバー強化なども今回の気づきをですね生かしてアップデートしてもらいたいなというふうに思っています。最後にですね私の意見ですがこのメタバースという概念はまだまだ手探り感がありますが次の世代には当たり前になる可能性を秘めています。最近のニュースでもですね東京大学がですねメタバース工学部を設立しますよということでですね中高生らに向けて情報発信を行っています。こういったですねリモート技術ひいてはインターネットの進化パソコンのそのさらに先にある人々の交流がより視覚的になっていく技術というのはどんどん発達していく可能性がありますので個人的には投資としてですねこの分野に期待をしていきたいと思っています。続いて3つ目にフェームについて見ていきます。こちらはポーランド発の格闘技のプロジェクトです。現在のフェームの価格は約 0.02 ドル弱の価格になっています。今回はニュースでフェーム15の開催の日程が決まりました。イベントはですね8月の26日に開催される予定です。今回の特色としてはウェブ視聴での有料ペーパービューを買うと裏の処理でフェームトークンが購入される仕組みとなる予定です。したがって開発として生まれる予定なのでこの仕組みはですねどこまで機能するか不透明なのですが実時がどこまでチャートに反映されるか期待をしていきたいなと思っています。最後に4つ目にステップアップについて見ていきます。こちらは Move to Earn プロジェクトになります。久しぶりの登場なんですけれども最新ニュースということでなんとあの 100m の世界記録保持者であるウサイン・ボルト元選手がアンバサダーに就任しました。市場もですねその影響もあってかガバナンストークンであるフィットファイのトークンの価格が 0.12 から3ドル付近にまで上昇しました。ステップアップとしてはこのプロジェクトを拡大させていくために今後ですねリアルワールドでのイベントなども行いもしかするとですね今後アフリカ系のプレイヤーの方も増えていく可能性を秘めています。ステップアップのプロジェクト自体についてはこれからですねアプリなどで実動する予定になっていて8月9月にかけてローンチを行っていく予定です。公開テスト250名の一部のユーザーに配られていて素の NFT が抽選で当たるルートボックスも第5弾まで来ています。以前の話だと 35% ぐらいの確率でルートボックスの中にクスが当たるというような話もあったので私もいくつか持っているので期待をしていきたいなと思っています。今後の予定としては8月の15日にメインネットへの移行がありそこから1週間のキャンペーンなども展開される予定になっています。関心がある方はぜひチェックをしてみてください。 Move to Earn については業界トップのステップがですね最近イーサリアムネットワークのいわゆるいい国を作ったりと英語精水などもありまだまだ不透明な部分はありますが個人的にはこの健康と資産運用という組み合わせについて期待をしていきたいなと思っています。以上が今回の動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメントお待ちしております。次回もお楽しみください。